皆様こんにちは今回は実用的でありながらも高効率なパフォーマンスを発揮するアウディのコンパクトモデルをスポーツバッグセダン SUV3 つのボディタイプ比較を交えながらご紹介いたします動画最後には YouTube 限定のキャンペーン情報もございますので是非最後までご覧くださいそれでは始めていきましょう アウディのコンパクトモデルは乗り心地の良さや運転の快適さはもちろんのこと、スタイリッシュなデザイン、低燃費や安全性といった様々な面に配慮がなされています。今回はアウディのコンパクトモデルの魅力を余すことなく伝えるため、スポーツバックタイプのアウディ A1 スポーツバック、セダンタイプのアウディ A3 セダン、SUV タイプのアウディ Q2、3つのモデルをご紹介いたします。 アウディ A1 スポーツバッグは、全長4040ミリ、全幅1740ミ、mm、リ、全高1435ミ、mm、リと、アウディの中でも最もコンパクトなサイズで、カジュアルで軽快な雰囲気を漂わせるデザインが魅力です。ボンネット下のエアインレッド、ブリスターフェンダー、C ピラーなど、伝説のラリーマシンであるアウディスポーツクワトロからインスパイアされた他のモデルにはないデザイン性を秘めています。 インテリアを見ていくと、最もコンパクトなボディサイズにもかかわらず、大人5人が座れる空間が確保されています。身長180センチの男性が運転席に座った状態の後席でも、大人が天井に頭がつくことなく快適に座ることができます。アウディ A3 セダンは、デザイン、テクノロジー、パフォーマンス、あらゆる面でのクオリティが高く、 コンパクトサイズクラスを超えた上級感が特徴のモデルです。全長 4495mm、全幅 1815mm、全高 1425mm でワイドローが強調されたデザインです。エクステリアでは低くワイドなシングルフレームグリル、大きく角張ったエアインテークを備えたフロントバンパー、アウディ初となるサイドが内側に入り込んだデザインによって立体感が生まれ、 洗練されたスポーティネスが表現されています。インテリアを見ていくと、シンプルなデザインのシフトレバーなど、先進性が感じられるデザインとなっています。後部座席は、コンパクトモデルの中でも全長が長く、ラゲッジが独立しているため、十分なヘッドクリアランスとレッグスペースが確保されています。アウディ Q2 は、全長4200ミ、mm、リ、全幅1795ミ、mm、リ、 全高 1530mm とアクティブかつスポーティネスを兼ね備えたデザインです。コンパクトモデルの中でも全高が高く、SUV ならではの居住空間の広さと様々な用途に対応できる機能性を兼ね備えています。エクステリアでは個性的なポリゴンデザインが採用されています。また、幅広くデザインされたエアインテーク、力強く張り出したホイールアーチなどがたくましい印象でありながらも、 コントラストペイントのサイドシルや特徴的な C ピラーのブレードがスポーティネスを強調しています。インテリアを見ていくと取り回しの良いコンパクトなボディでありながらも SUV ならではのゆったりとした空間の広がりを感じることができます。運転席、後席ともに十分なヘッドクリアランスが確保され大人が十分に腰を落ち着けられる伸びやかさを兼ね備えています。ここからは ラゲッジを比較していきましょう。各モデルの容量を比較すると、最も容量が大きいのはアウディ A3 セダンになっていますが、アウディ A1 スポーツバッグやアウディ Q2 では、全高の高さまで荷物を積むことができます。さらに、鉱石を倒すことで、より多くの荷物を収納することができます。では、実際にスーツケースやゴルフバッグを用いて検証してみましょう。まずは、 アウディ A1 スポーツバッグです。最もコンパクトなボディかつ後席での居住性が確保されているにもかかわらず、スーツケースなどもしっかりと積載できています。また、後席片側を倒すことで座れる空間を確保しつつもゴルフバッグを2つ積んでも積載量に余裕があります。次にアウディ A3 セダンを見ていきましょう。全長が長く奥行きを利用できるため、 最も大きい積載量を誇ります。そのため、アウディ A1 スポーツバッグより多くの荷物を積み込むことができました。また、後席片側を倒すことで、座れる空間を確保しつつも、ゴルフバッグを2つ積んでも積載量に余裕があります。次に、アウディ Q2 を見ていきましょう。ボディサイズから想像する以上に広く荷室が確保されており、高さを活用できるのがポイントです。 スーツケースは縦に入れることで、アウディ A3 セダンと同量の積載量となりました。また、アウディ A3 セダンと同様に、後席片側を倒すことで、座れる空間を確保しつつも、ゴルフバッグを2つ積んでも積載量に余裕があります。ここまでは、各モデルのデザインやラゲッジを見てきました。コンパクトモデルならではのデザイン。 居住性と実用性が各モデルのボディ形状に合わせて考えられていましたね。ここからはアウディのコンパクトモデルの実用性について見ていきましょう。コンパクトモデルは取り回しが良いことが魅力の一つです。狭い道での走行や都心に多い機械式駐車場、重列など狭い場所への駐車がしやすいといった特徴が挙げられます。まずは 最小回転半径を確認していきましょう。ハンドルを目いっぱい切った状態で円を描くように走行していきます。最小回転半径のカタログ値、半径5.1メートルの円の中をしっかりと曲がりきることができました。次に、日本の狭い道路を想定した幅のクランクコースを走行する様子を上空から見てみましょう。各モデルのサイズに違いがあるにもかかわらず、 どのモデルでも切り返すことなくスムーズに曲がることができました。アウディ A1 スポーツバッグはアウディの中でも最もコンパクトなボディ形状であるため狭い道路も安心して運転することができます。実際に運転してみると車体が小さいことから四角が少ないことがわかります。また A ピラーの幅が薄くなっているためサイドの視界が良く 運転が苦手な方でも快適に運転することができそうです。アウディ A3 セダンは全長、全幅が他の2つのモデルに比べると大きくなっていますが、その分フロントウィンドウとショルダーラインの位置が低く設計されており、車体近くもしっかりと見ることができるため、他のタイプに比べて視覚が少ないように感じます。また、速度関能式のエレクトロメカニカルパワーステアリングが標準装備され、 駐車時や低速走行時はステアリングホイールが軽くなり少ない力でもスムーズな操打が可能です。アウディ Q2 では SUV ならではの視点の高さにより前方の見通しが3モデルの中で一番良いことがわかります。また標準装備のプログレッシブステアリングによって狭い曲がり角など大きくステアリングを切るシーンではタイヤの切れ角が大きくなり ステアリングの操作量を減らすことができます。では、次に駐車におけるアウディのコンパクトモデルの魅力を見ていきましょう。先ほど紹介したように、視界が広く、視覚が少ない。また、ステアリングにも工夫がなされているため、スピーディーな操作が可能です。どの車もスムーズに縦列駐車ができています。さらに、アウディには駐車をサポートする様々な機能が用意されています。 アウディパーキングシステムは前後バンパーに設置されたセンサーが車両の前方または後方の障害物を検出しカラーディスプレイの表示や警告音で知らせますまた MMI ディスプレイで後方を確認することも可能でリアビューカメラの映像には駐車をアシストするガイドラインが表示されますさらにアウディ A3 セダンにはオプションでパークアシストを選択することが可能です 重列駐車、車庫入れの際、駐車スペースを感知すると、ステアリングが自動操作してくれるので、安心して駐車することができます。また、都心に多く見られる機械式駐車場に駐車する場合でも、SUV であるアウディ Q2 をはじめ、コンパクトモデルであれば駐車することが可能です。ここまでは、コンパクトモデルの実用性を見てきました。どのモデルも日常使いを考えた、 実用性に富んだモデルであることが分かりました。最後に、コンパクトモデルの走行性能を見ていきましょう。どのモデルも、それぞれの異なる走行フィーリングを味わうことができます。アウディ A1 スポーツバッグの走りは、コンパクトなボディサイズを生かした、取り回しの良いキビキビとした走行で、遊び心を感じる走りが特徴的です。MQB というプラットフォームが採用されたことにより、 ハンドリングに対しスムーズに姿勢を変え、しなやかに走っていく感覚は、まさにアウディのコンパクトモデルといった実感を与えてくれます。アウディ A3 セダンでは、ロングドライブでも楽しめるフォーマルでラグジュアリーな走行を体感できます。1リッター直列3気筒 TFSI エンジンと 48V マイルドハイブリッドシステムの組み合わせにより、加速時には滑らかな加速フィールを、 高速走行時には静粛性に優れた安定した走りを実現しています。アウディ Q2 では SUV らしいスポーティーな走りを体感することができます。軽くアクセルを踏み込んでみるとラグを感じさせることなく加速を始めます。爽快な走りとアクロでの走破性を持ち合わせる SUV は海や山などのアクティブな場所にぴったりのモデルです。 アウディコンパクトモデルには走行をより快適にさせる運転支援機能も多く備わっています。例えば、アダプティブクルーズコントロールは高速道路などの走行時、システムがドライバーに代わって車間距離を一定に保ち、ブレーキアクセルを自動でコントロールします。アクティブレーンアシストは車線のはみ出しをシステムが制御し、認識したレーン内の走行をキープしてくれます。さらに、 四角を並走する車両を検出して事故の危険を知らせてくれるアウディサイドアシスト歩行者や先行者との衝突の危険を感知し警告やブレーキを作動するアウディプレセンスフロントなど様々な安全機能も用意されていますここまではコンパクトモデルの走行性能を見てきましたモデルごとに異なった走りを体感できるだけでなく アウディの先進技術による運転支援機能も備わることでより快適にドライブを楽しむことができそうです今回はアウディのコンパクトモデルの魅力をご紹介しましたがいかがでしたでしょうか各モデルにアウディのデザイン性や技術が施されておりどれも違った魅力がありましたねご紹介したモデルの詳細は過去の動画で取り上げておりますので もっと詳しく知りたい方は是非ご覧ください今回ご紹介したモデルをはじめお好きなモデルのオーナー体験ができるキャンペーンをこの動画をご覧になられた方限定で開催しておりますので概要欄やエンディング画面のボタンから詳細をチェックしてみてください我々アウディジャパン販売は関東で12店舗関西で6店舗を展開し皆様の快適なアウディカーライフをサポートしております 弊社のスペシャリストがお客様お一人お一人により良いアウディカーライフをお過ごしいただけますようお手伝いさせていただきますのでご不明点がございましたらいつでもお問い合わせください。